僕らのチームの作品名はペングライトです。でまず先に僕らの自己紹介をします。私は佐藤邦彦で、筑波大学の情報メディア創生学部の3年生です。で同じチームの、もう一人が関口智弘で同じく筑波大学の情報メディア創生学部です。僕が、ゲームのステージ制作およびオブジェクトの制作をいたしました。で関口の方がゲームシステムの、全般を担当しまして、あとはリプモーションによる挙動の制御も担当いたしました。それではゲームの説明に入ります。僕たちが作ったゲームはですね、 3D スクロールアクションゲームでございまして、特徴はですね、デバイスにディープモーションを採用することで直感的な操作を可能にしました。で、まあ、3D スクロールアクションゲームですね、どんどん奥に進んでいって、でキャラクターであるこのペンギンですね、こちらに書いてあるペンギンを手で操作しながらどんどん奥に進んでいって、で障害物を避けながらアイテムを取って得点を稼いでゴールを目指すというゲームでございます。でスクリーンショットで、これがスタート画面で、実際のプレイ画面がこのような感じです。後でデモンストレーションをお見せします。で操作説明ですね、実際にこれは見てもらった方が早いので、実際にペンギンを手で操作してる映像、動きを見てもらいましょう。それでは説明させていただきます。まずリップモーションが通ることのできる変数さまざまあるんですけれども、僕たちが利用させていただいたのは、まず、手のひらの、その手のひらから垂直成分に伸びているパームノーマルという成分を X 軸方向に、また、指先の方向を、表すディレクションを Y 軸方向に利用して、それぞれ、ペンギンの回転と対応付けました。で実際に何もアイテムや、アイテムやギミックがないステージを用意しましたので、ここで操作を確認させていただきたいと思います。まず垂直方向、垂直状態にいるとこのままペンギンが垂直に飛び出して、右に回転させると右に、左に回転させると左にペンギンが動くようになっております。またキーボードによって90度の回転が可能で、これにより自由度の高いアクションができるようになっております。アイテムの説明です。アイテムは色分けしてありまして、ただ得点を稼ぐだけでなく、スピードアップやスピードダウンで巨大化、ミニ化することによってさらにゲームのバラエティを増やしております。使用技術の説明です。ウェブ標準使用 API は WebGL です。デバイスはリープモーションを使っています。でその他のライブラリーとして、Leap.js でリープモーションの制御、3.js で 3D オブジェクトの描画制御、その他に jQuery を使っております。技術上、設計上で難しかった点も参照します。まずキャラクターの位置を軸としたカメラの90度回転、先ほどの方向キーを押したときにくるっと90度回転する動きなんですけど、GL マトリックス JS によるトロタニオン回転を利用しようと考えたんですけど、なかなかうまく実装できなくて、代わりにカメラドットルックアップ関数を利用し、平行移動回転をしているように見せることで、また利用しました。で、それに伴い、最初の仕様では、回転は入れなかったんですけど、回転を実装したことで、自由度が高くなったので、それに合わせて、ステージもさらに設計し直して、ボリュームを増しました。でその他、工夫した点なんですけど、オブジェクトでコースの周りを塞いで、基本的にゴールを目指すゲームですから、こうコースを分かりやすくするために周りをオブジェクトで塞いで進むべき道を示しております。でその他、塞ぎきれない細い路地などの部分は見えない壁を配置することで対処しました。またですね、オブジェクトもやキャラクターなどを一個一個こう
モデリングをして作りましたので、全体的にデータ量が多くなってゲームの挙動が重たくなるということがありました。それで工夫したのが、レイキャスターを利用した当たり判定に負荷の定量が、オブジェクトに当たった時の当たり判定をですね、このレイキャスターを利用しまして、形状が複雑なオブジェクト自体には当たり判定を判定せず、そのオブジェクトにかぶせるように透明なオブジェクトをこうかぶせて、その透明なオブジェクトと当たり判定を取ることによって、こう疑似的にですけど、こうしっかり当たり判定が取れるというふうにして軽量化を図りました。が、難しい話はこれまでで、実際にデモンストレーションを見てもらいながら、あとは逐一説明などを伺いたいと思います。はい、それでは実際にデモを見てまいります。大変お待たせいたしました。まずはじめにスタート画面なんですけども、僕たちのゲームは、前画面表示にせずに、右側に説明を付与することで、アイテムの効果などがゲーム中でもすぐ分かるようにいたしました。まずこの画面の次にエンターキーを押せば、ゲームがスタートいたします。それでは実際にやっていきたいと思います。この浮いている丸いものがアイテムで、歩道橋や信号機は障害物となり、また周りのビルなどの障害物で、歩道橋などにぶつかるとこのように、ゲームオーバーとなります。でエンターキーでまたリトライすることが可能です。で赤いアイテムは、スピードアップ、白いアイテムはただのスコアアップ、黄色いアイテムは、サイズの縮小など、アイテムに色によってさまざまな効果が付与されます。またこのように90度回転でしか進めない部分には、90度で曲がることで進むことができます。この後が最難関コースです。こういう細かいのができるのはディープモーションが細かく手の動きを取ってくれるからですね。ここに立っている支柱が現在のところゴールとなっており、そこまでたどり着くと、ゲームクリアとなり、ペンギンが飛び出していきます。また現在、ハイスコアが0だったので、自動的にハイスコアとなったんですが、クッキーを利用して、ハイスコアを保存することが可能となっております。では無事にコールできましたので、僕らの発表を終わりにいたします。ありがとうございました。はい、じゃあ2番目のチームとして柳に椿というチームです。よろしくお願いします。メンバーはこちらにいる倉持大輝と僕の高木優希です。よろしくお願いします。はい、まずタイトルですが、柳に椿というタイトルで、どういったものかと言いますと、オンライン多人数参加型全方位シューティングゲーム、すごい早口言葉を言うんですが、日本語にするとこういう感じのゲームになります。でそれではとりあえず説明の前に簡単にスクリーンショットを見てもらいたいと思います。こんな感じのゲームになっていまして、これがタイトル画面になります。始めるとこういった行き来が出て、こちら赤色とか画面の外にいるんですけど、紫のやつものが敵になります。でこちらオンラインゲームになっておりますので、見にくいんですが、この2つがプレイヤーになっています。中心にいるのが自分です。でなんでこういうタイトルなのかっていうのなんですけど、タイトルを考えているときに単純にかっこいい、考えいいということでこういうタイトルになっています。どんなゲーム
まあ、オンライン多人数参加型全方位シューティングゲームってすごい長いタイトル、まあ、どんなゲームかといいますと敵を倒してポイントを競うシューティングゲームになります。でログイン機能をつけましてプレイヤーのデータを保存してランキングを出す形になります。で操作方法はキーボードのよくある WASD で上下左右の移動、方向キーの上下左右でそちらの方向に向けて攻撃という形になっています。こちらからの技術的な話で構成となっています。クライアントサイドはブラウザで、まあ、推奨としているのは Google Chrome です。サーバーサイドですが、サーバーサイドは桜の VPS を借りまして、サーバーの方は Node.js で実装されています。担当なんですが、主に倉持の方がクライアントサイド、僕がサーバーサイドを実装しています。使った技術に関してですね、使った技術としては、標準の WebGL と WebSocket を用いています。でクライアントサイドのライブラリーはこういったものを使っております。でここから一つずつ簡単にですが説明させていただきます。 jQuery ですね。 jQuery は JavaScript プログラミングを手軽にするライブラリーです。ブートストラップ、この後説明するブートストラップの方でも使用されているので使用しました。ブートストラップですね、こちらは Twitter 社が開発している CSS、JS 群になっていまして、レスポンシブにウェブサイトを構築するのに使用しました。フォント操作ですね、こちらはウェブアイコンになってまして、ログイン機能なので Twitter のアイコン、Facebook のアイコンなどを使うために使用させていただきました。 3JS ですね、こちらは WebGL のラッパーのライブラリになっていまして 3D の演算描画を行っています。最後にソケット IO を使っていまして、こちらは WebSocket で通信するためのライブラリになっています。こちらは Node.js と連携するためにしました。次にライブラリ一番のサーバーの方を説明させていただきます。ライブラリサーバーの方の Express というフレームワークですね、Web アプリケーションのフレームワークになっていまして、ルーティングするために使用しました。じゃあ先ほどもあったソケット IO ですが、ソケット IO の連携のために WebSocket で連携するために使われました。パスポートですね、こちらは認証を実現するライブラリになっていまして、 Twitter、Facebook でのログインを実装するために使用しました。 SQLite3 ですね、こちら Node.js から SQLite3 を扱うためのライブラリで、ユーザー情報を記録してランキングを作成するために使用させていただきました。で簡単にですがデモをさせていただきます。こちらがホームになっていまして、こちらのタブから、またはこちらのボタンからログインすることができます。じゃあログインしてみます。ちょっとこちらのようなアプリケーションを認証するっていうのが出ますので、認証していただいて、そうログインするので、こちらに Twitter のアイコンと ID が付けされます。では実際にプレイしてみます。こちらオンラインゲームですので、何人かに参加してやってみたいと思います。で、ログインしている場合、前回の位置からスタートすることができます。で、このように移動ができ、押している方向に攻撃することができます。で、このように敵が出現するので、避けたり攻撃して敵を倒します。この白いのはアイテムになっていて、取るとポイントが加算されます。でこちらが今プレイしている他のプレイヤーになります。で追尾する敵がいたりするので、それを他のプレイヤーに当てるように押し付けたり、固い敵を協力して倒すことができます。で、敵に当たるとダメージを受けて、一定時間殲滅して敵に当たります。
Twitter や Facebook の ID とその時のポイントによってランキングが表示されます。では以上でプレゼンテーションを終わらせていただきます。じゃあ僕たちスマホ連動班の発表させていただきます。メンバーは情報メディア創生学理3年の小林と情報科学理3年の田島で、で僕は通信機能とページデザインの方をしました。通信機能はNode.js と WebSocket を使って開発しました。田島はゲーム制作と素材の作成をしました。素材はほとんどドット絵になっていて、その辺も注意して見ていただければと思います。スマホ連動とはということなんですけど、 PC とスマホを接続してデータの送信を行い連動させます。だからこのゲームはスマホを回転させたりタップしたりすることで PC のディスプレイに映っているゲーム画面が動くということになっております。これは僕たちが開発したエトセトラというゲームです。ゲーム内容はキャラはエトになっていて12キャラクターいます。ゲーム中にチェンジしたりすることで楽しんでいただけるゲームです。で、そのキャラクターを回転させたりタップしたりすることで移動させアイテムを取っていき最後にゴールするというパズルゲームで作られております。で、iPhone がコントローラー、先ほどから言っているように回転などを取るようになっております。このゲーム作成のきっかけは新しいものを作りたいという2人の思いがあって、その中で探していた結果類似コンテンツ、こういったスマホと PC の連動を利用したコンテンツの斬新さに惹かれ作成いたしました。これは実際のゲーム画面なんですけど、通信を行う際にどちらかスマホか PC 一方でルームを作成し、もう一つの方でルーム番号を入力し接続するということになっております。実際接続してゲームが始まった画面はこういったふうになっていて、こちらでゲーム画面、こちらで操作ということになっております。真ん中のスマホの真ん中にあるキャンパスではこちらと連動しアニメーションが動くようになっております。で、このキャンパス以外の部分をダブルタッチするとこういったメニュー画面が出てきて、キャラの変更や音量の変更ができるようになっております。実際キャラを変更しますとこういった風になります。で、それでゴールするとこういったアニメーションもつくようになっていてあります。で、使用した技術は Google チャート API でパソコンの方で QR コードを作成し、現在の URL をそこにアクセスするために QR を読み込んでいただければすぐアクセスできるようになっております。で、先ほど言った通り通信技術では WebSocket と Node.js を使って